大規模な自然災害が発生した際に通信や放送の手段を確保するため、総務省北陸総合通信局と陸上自衛隊が相互協力に関する協定を結びました。協定を結んだのは北陸3県の通信や放送行政などを所管する総務省北陸総合通信局と東海と北陸6県を管轄する陸上自衛隊第10師団です。この協定は最大震度7を観測した2018年の北海道胆振東部地震で、国内では初めて全ての電力の供給システムが停止するブラックアウトが発生し、通信の確保が大きな問題となったことから北海道で初めて締結され、北陸は5例目となります。協定では北陸総合通信局が自衛隊の無線局の開設許可などを迅速に行い、自治体との連絡手段や孤立地域での通信手段を確保します。また自衛隊は北陸総合通信局が保有する衛星携帯電話や臨時災害放送局用の機器の搬送などを支援します。地域の皆様に少しでも安心を与えるために、私たちも安心して活動できる、そういった基盤をいただけるものだと思っておりますので、連携の訓練も重ねながら、これを実効性あるものとしていきたいと思いますので。